東伊豆町の伊豆アニマルキングダムでミーアキャットの赤ちゃんが誕生し人気を集めています。伊豆アニマルキングダムで10月に誕生した三つ子のオスの赤ちゃん。生まれた時は体長10センチほどでしたが、今は25センチにまで成長しました。一般公開が始まり、立ち上がった可愛らしい姿を間近で見ることができます。初めて赤ちゃん見たのでとても可愛くて癒されます。この動物園では2015年以降、繁殖しても育たない状況が続いていましたが、初めて赤ちゃんを一般公開することができたということです。